はい、太郎チャンネルです。見てください、この色、しっかり昆布からいい出汁が出ております。水で1時間ぐらいつけまして、でそこから弱火で、今に至るという感じで、北海道の昆布噛んで食べても魚になるという、さっき水芸でちょっと昆布当てに飲みましたけども、これ見てください、もうすっごいなんか黄金色のいい色で、香りはお伝えできないのが申し訳ないですけど、もう香りがもう最高なんですよ。これこっから、はい、ちょっと、しゃぶしゃぶをやっていきたいと思います。これ見てください、匂いが伝われば最高なんですけどね、これ。ああダメだ。